なんでここに。いや、この感じなんかおかしいと思ったけど、こいつってば木人形だな。だったら遠慮はいらねえな。ぶっ倒してやる。
Yotto. Hey, hey, hey. なんか様子のおかしいやつだな。あ、さてはお前、木人形だな。見つけたってばよ。 Ah!
ナルト君、ちょっとよろしいですかな。ん？なんかよ。ええ、実はちょっと面白いことを始めまして、その連絡を君にしておこうと思うのです。面白いことって？ズバリ、渦巻きナルト行動記録です。お、俺の行動記録？なんだってばよ、それ。私は常々思っていました。なぜ君はそれほどに成長し、多くの人に影響を与える人物なのか。その謎を解くため、私は君の行動を観察し、細かい記録をつけることにしたのです。いやー、なんか照れるけど、やっぱ観察されるってのはちょっとな。これも今後の指導のため、君にはしばらく辛抱してもらいますぞ。俺の話は全く聞いてねえな。こういう場合何言っても通じねえんだよな。ああ、分かったってばよ。その代わり、任務の邪魔だけはしねえでくれよ。もちろんです。しっかりと影から見守らせてもらいますぞ。それはそれで怖いけど。君には期待していますぞ。頑張ってください。どうしました？君の行動記録を確認しますかな。おお、この記録を達成するとは、さすがですな。おお、この記録を達成するとは、さすがですな。また記録を確認したくなったら、私に声をかけてください。あれ、なんでここに。いや、この感じなんかおかしいと思ったけど、こいつってば木人形だな。だったら遠慮はいらねえな。ぶっ倒してやる。Yeah!
大勝利。次行くってばよ。風影を連れ去ったということだ。そんな。そこでだ、カカシ。はい。お前たちは直ちに砂隠れの里へ行き、状況を木の葉へ伝達。その後砂隠れの命に従い、彼らをバックアップしろ。はい。おい、落ち着けって。手まりさん、鹿丸？ガーラが暁に連れ去られたというのは本当なのか？ああ、本当だ。けど、安心しろってばよ。今から俺たちが砂に向かうからよ。もちろん私も行くぞ。でも、この人の用事はもう終わってる。こっちは問題ないぜ。カカシ。わかりました。よし、これからフォーマンセルで砂隠れに向かう。各自遅れないようにな。はい。ガーラ。